両チームピッチに散りました。さあキックオフです。主審ファールを取りました。キーパーの指示が伝わっていないのか。コーナーです。さあセットプレー、何をやってくるのか。これは危険だ。シュート。中へ放り込む。ヘッドパス。危ない。放り込んできた。ジャンプ。ヘッドで。前半終了まであと5分。ボールを運んでいきます。これはファールです。センターバックがチームメイトに喝を入れた。フィールドを走破します。ここで折り返す。コーナーキックを得ました。さあチャンス到来。おっと、前半終了の笛です。さあ、後半戦キックオフです。必要にチェックを仕掛けます。動き出しが素早いです。スローインです。さあどちらがボールを支配するのか。ニアサイド折り返した。ヘディング、セービング。コーナーです。さあチャンス到来。クロス、ジャンプ。頭でつないで
スローインです。後半35分をすでに過ぎました。さあここからゴてました。1点が入りませんでした。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか。試合が始まりました。さあここからどう攻めるコーナーです。さあセットプレー、何をやってくるのか。中に絞ってきた。これは気をつけないと。華麗なドリブル。これはピンチ。さあここからどう攻める。果敢にスライディング。主審ファールを取りました。ヘッドパス、スペースを埋めないと。スローイン。プレーを切ります。前半あと10分です。スペースを見つけた。
後半戦キックオフ。頭でつないで後半10分経過。流れを止めた。後ろに戻します。出た。先制点が入りました。さあもう一度見てみましょう。ねじ込んだ。彼は本当に視野が広いですね。危険なタックル。ゴールキーパーが味方を鼓舞するように大きな声。リザーブの選手が体を動かしています。さあどちらがボールを支配するのか。ドリブル。試合時間は75分が過ぎました。シュート。コーナーキックです。おっと、選手の交代が行われる模様です。さあチャンス到来。さあここからどう攻める。上げてきた。スローインです。あ、ここからオーバーヘッド。これはゴールキック。空に向かって飛んでいきます。耐え抜いた末の貴重な一点で勝利を得ました。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか？実に素晴らしい試合内容だったと思います。なるほど。